ママ、しばらく来なくてごめんね。なんていうか、バタバタしちゃって。あ、パパも来てるよ。あのね、パパはさ、いつも通りシグナルで教えてる。だけどもうすぐ任務で出かけるんだってさ。ママと行けたらよかったよね。ママ会いたい。ビーコンにはまだ通ってる。クビにはなってない。ヤンお姉ちゃんがチームにいるから目が離せないっていうか、なんちゃって。お姉ちゃんってすっごく強いんだよ。パパをお手本にしてるって感じ。ワイスとブレイクもすごい。あ、二人はチームメイト。私たちは4人でチームルビー。ほんとそうだよ。このチーム名ってややこしいよね。とにかく私、いっぱい友達ができた。あとビーコンって、ちょっと変わった先生が何人もいるんだ。そうだ、この前悪党をやっつけた。こういうのってあれだよね、似た者親子。飛び級が認められた理由は謎だけど、いつか教えてくれるよね、オズピン学長も。学長とクロおじさんって言うことがなんか似てるんだよ。あ、パパが帰ってきた。もう行くね。ビーコンアカデミーまで送ってくれるって。トーナメントが始まるんだ。応援してね。話せてよかった。でしょ、ウーブレック教授。博士、確かにピーター、これは4対4のチーム戦としては近年まれに見る大接戦といって、素晴らしい戦いを期待できるでしょう。ここからご覧の皆さんもいるので、改めてバイタルフェスティバルトーナメントへようこそ。アミティコロシアムより中継でお送りします。それでは、初めてご覧になる方のためにルールをご説明しましょう。トーナメントは3つの段階に分けて取り行われます。チーム、ダブルス、シングルス。年齢と学年は無関係となっており、出場者が競うのはバトルにおける互いのスキルのみ。その通りです。初めにチーム戦を勝ち抜いたメンバー4人のうち2人がダブルス戦に出場します。次に勝ったメンバーのうち1人が次のシングルスへと駒を進めます。最後に勝ったチームを代表して一人がシングルスを戦い、究極の勝利をもたらすべく皆でしのぎを削るのです。ですね、まさにスリル満点のバトルが目の前で、いやメガネの先で繰り広げられます。各国でこの中継をご覧の皆さんもその点について異論はないことでしょう。ああ、もちろんそうでしょう。ではトーナメントに戻りましょう。ビーコンアカデミー所属チームルビー対ヘイブンアカデミー所属チームオーバーン。Yeah!
強烈なダブルパンチだ。リーゼクロリスは場外、さらにオーラの激減で脱落です。ヘルメットをかぶるべきだった。何か食べてもいいかも。まあせめて近くで食事ができたらよかったですのに。あら、何ですの？屋台があること、やっぱりつい忘れちゃうよね。今のはほんの冗談ですわ。てか素直にお腹空いたって言えばいいじゃん。行こう、いい店あるんだ。ねえ、これがないと大変よ。やだやだやだ。会えてよかった。あ、ありがとうエメラルド。あ、落としたみたい。ドレスのポケットって使えない。やっほ、元気。あなたたちのバトルを見てコロシアも出たとこ、みんなすごかった。あ、そんなやめてよ、照れちゃうし。あなたたちも勝ち進んだそうね。そういえばチームメイトってどんな方ですの？みんな強いの？バッチリだったよ。よかったね。ねえ、一緒にお祝いのパーティーしよう。あ、お誘いすっごく嬉しいんだけど、うちのチームメイトってみんな超絶シャイで。っていうか浮きまくってるみたいな。そっか、なるほどね。ところでマーキュリーと私でダブルスに出るんだけど、そっちはどうなの？ダブルスに誰を出すかチームリーダーとしてめちゃくちゃ悩みまくった。投票で決めました。あ、そうそう、投票で決めようって言ったのは一応私。ワイスとヤンに決まった。喜んでお引き受けしますわ。イエーイ、ぶっ潰してやる。もしも対戦することになったら全力で戦うから。当然全力でいく。それじゃあ他のバトルを見てくる。楽しんで。後でね。どんな感じ、新しい友達は？大嫌い。仲良くしろって命令だし。あいつらどうしていつも楽しそうにしてんの？キラキラしちゃって。必要な情報はゲットした？これ以上とバカ力。なるほど、そいつはすごい情報だな。私普通盛りでお願いします。同じので。塩分少なめのものって。いえ、じゃあこれで。あー、ワイスおごってくれんの？ダブルスに選んでくださったお礼ですわ。え？使用不可？なぜですの？お小遣いは入ったばかりのはず。あ、そんな。出しましょうか。ピューラー！ああ、そんな悪いし。出せるって。
そうね、あれだけ立派に戦ったお祝いってことで。一緒に食べようよ。バトルの前にこんなに食べていいんですか？もちろん、力が出るでしょ。ぎゅー、あ、吐いたらノーラのせいだから。おう、敵にゲロっちゃえ。ノーラ、下品すぎます。でもいざって時は。了解。じゃあ、行きましょう。準備はバッチリって感じ？そりゃもう、うちには超メジャーな戦士がいるし、忍者系もいるしね。私腕力鬼強いし、ジョーもいる。1年間訓練したし、武器も超すごいし、グリンダには怒られなくなったし、あとはジョーもいる。反論しないんですか？ほぼほぼノーラの言う通り。やだ、冗談だよ。もう分かってるよね。緊張すんのやめよ。最悪負けるだけだしさ。学校じゃ何年か負け犬って後ろ指さされて、友達は落ち目の仲間入りしたくないから離れてって、私たちは顔をさらせなくてカフェテリアでハブになって、レンと私は親がいなくて帰る家もなくて、名前もチームジュニパーからチームパッパラパーになるだろうけど。この通り最高に盛り上がってます。ほら大丈夫。むしろ正式なルールに従って戦うのを楽しむべきよ。そうでしょ。これは殺し合いじゃないの。そう、心配ないよ。もっとひどい戦いもあった。例えばグリムの侵略、危険な過激派に反社会的なクズもいた。しかも訓練中に倒したんだよ。卒業する頃には私たち最強。その頃には食事代も出せますわ。チームジュニパーは地球バトル会場へ集合してください。そうだ、集合時間からすでに数分過ぎている。ほら、もう行くしかないわ。頑張って。誰が勝つんだろう。そんなの分かりきってるじゃん。無粋なことを。たとえ結末が分かってたって、そこまでの過程は楽しまなくっちゃ。ビーコンアカデミー所属チームジュニパー対シェイドアカデミー所属チームブロンズ。